ジョン・オームス・ビー・エブリン・ジョー・バンデリュアは、イギリスの軍人。最終階級は、陸軍中佐。バンデリュアの家系は、代々アイルランドクレア県、キルラッシュで生活していた。彼自身は1903年11月14日に、イギリス領インド帝国ノーシェラで生まれている。1924年、少尉として、アイルランドコノエ連隊に入隊。以降、 第二次世界大戦勃発まで、英誇り領スーダンやエジプト王国などで勤務した。第二次世界大戦では、1944年のマーケットガーデン作戦においてアイルランドコノエ連隊、第三大隊指揮官として参戦し、第三重軍団を率いていた。また、彼のまたいとこにあたるジャイルズ・バンデリア中佐も、アイルランドコノエ連隊、第二機構大隊の指揮官として参戦している。 バンデリュアは、他にも、第129不評旅団や、第32不評旅団の指揮官を務めた。1951年退役。1977年公開の映画、遠すぎた橋では、マイケル・ケインが、JOE ・バンデリュアを、マイケル・バーンが、ジャイルズ・バンデリュアを演じている。また、JOE ・バンデリュア本人は、軍事アドバイザーとして、本作の制作に携わった。 戦後はもっぱら、バークシャーの名イヘッドで過ごし、1988年8月4日に、そこで死去した。遺体は、ブルクウッド墓地に葬られ、墓標には、JOEV1903 から1988、ワン c ン a ア d Irish g i r l と刻まれている。ABCDEFG Army レコード、ハット Army レコード、ハットオールムービー。ありがとうございます。